25件ぐらい。モンテカルロにはホテル・ド・パリとかホテル・ヘルミタージュとか、素敵なホテルがありますが、今回私たちは大勢なのでメトロポリタンホテルに泊まります。ここがもう11時55分から、まあ、5分間ぐらいなんですよ。衛兵交代があるんです。すごい。本日気温はいかがでしょうか。多分26度だと思いますけど、湿度が低いのでとっても日本より気持ちいいです。今モンテカルロの波止場を見下ろしてます。いかがですか。素晴らしいでしょう。日本の皆さんもぜひ遊びにいらしてください。昔はこの辺は全て別荘だったんですが、次から次に売られて今はマンションに変わってしまっています。ピノキオで楽しいランチをいただきました。ここがモナコ公国の大聖堂です。ここではモナコ公国の歴代の方々が全部永遠の眠りについておられます。他のプリンセスグレイス、プリンセスグレイスもここに永遠の眠りについておられます。このダイヤモンドは D カラットのフローレスで42カラットあるそうです。お値段はなんと25億円ぐらい。今日はロシチャルド家のヴィラで、グレートガツビーのパーティーがあります。こちらがロシチャルド家の別荘。今日はここでガッツビースタイルのパーティーがあります。皆さんグレートガッツビー時代の衣装を着ていらっしゃいます。夫人は社交界では人気者ですね。もちろんです。知らないからです。ギャツビースタイルとはどういったドレスコードのことなんですか。1920年代のサウスハンプトンが栄えた時のスタイルをガッツビースタイルと言います。上流社会。なるほどなるほど。ルイ・ヴィトンで全部できます。すごいですね。ヴィトンでモナコからロシアを渡って日本に来て、広島、長崎、大阪、東京回ります。
社交会とはどういった場なんですか？エリートたちの集まりです。世界各国の方が集まっているんですか？そうですね、結構ヨーロッパのいろんな国々からいらしてますね、うん、でもその中でもひときわデヴィ夫人のドレスが目立っておりますね、今日は。そうですか、いつものことですけれど絶対大丈夫ね。これ新婚の方が。あの16番はいらないわ。16番はよくね。18。The number 7 win the contest. Please. Japan 努力して1920年代のガッツビースタイルでいたか、はい、もう明白でした。もう7番の方が最高でした。最高です。それからあの親子の方、はい、あの方たちも素晴らしい努力して、なるほどなるほど。あんたあんまり知らなすぎるから説明するのめんどくさいわ本当に。いやでも一般の方は多分わからないと思う。わからないですよ。あんたたちがわからないだけ。おはようございます。今日もとってもいい天気です。これからプライベートのヨットクラブに行きます。ここは厳選されたメンバーだけが入れるところです。ね、気持ちいいわね。やっぱりオープンな方がいいわね。今ヨットクラブに来てます。
ここがエクスクルーシブなヨットクラブです。見てください、このゴージャスなヨットたちを。あの最大級大きいですね。素晴らしいでしょう。あちらにもたくさんいます。この黒いのは私食べてんのよね。これ何ですか？アナゴじゃないのこれ。ナマコ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 。気持ち悪いの。あ、大きいわ。相当大きいわ。大きいです。大きいですね。今、海洋博物館に来ています。水族館はとっても癒されましたけど、ここにはアシカだとか、何でしたっけこれは、大きなクジラの骨の骨なんかも。はい、クラシックカーです。これ2020年に日本に来ます。ラリーをしますから、クラシックカーのラリー。ここはカジノ。カジノですね、ウィンターカジノ。このカジノの中のレストランはオリエンタルエクスプレスのように、あの列車の中に入っているというデコレーションになってます。今日はどんなご予定でしょうか？あ、今日はヨットに乗って海に行きます。これからボートでカプェラまで行きます。大丈夫？たくさんクルーザーがありますね。そうですね。クルーザーとは言わない。あ、クルーザーとは言わない。あ、ヨット。ヨットなんですね。日本の人すぐクルーザー、クルーザーって言うけど。ヨット。ヨット。全部ヨット。
かなって。はい、お洋服が婦人と今日は色合いが合っていて、ここもこれも素敵、本日はこの後どういった予定になりそうでしょうか。照明のエキシビションの後はパーティーに参ります。Thank you.彼が名誉会長になってらして、彼のご出席のもとにのパーティーです。ご出席のもと、みんな女性起業家です。これ女性起業家の集まりなので。なるほどなるほど。ティビ夫人、本日はいかがですか。素敵な空間ですね。ねえ、素晴らしい。何かゆったりと時が流れてる感じ。リラックスしますね。これからマッサージを受けようと思ってます。足をほぐす、もう言うことないですね。素晴らしい、作ります。可愛らしい。これね、本当は日本に持って帰って大きなオリーブの木に育つの楽しみだと思うんですけど、土がついてますので、ね、持って帰れなくて本当に残念で、いよいよモンテカールと別れです。これ何で帰られるんですか。ヘリコプターです。これからヘリコプターが直空港で、荷物も一緒に、はい。今私は
日本へ帰るためにニースから出発ですが、ニースのエアポートの VIP ルームにおります。皆様いかがでしたか？私のライフの一部を覗いていただいたかしら。時々こんなところに私は自分の身を置いております。日本の皆様にもぜひこんな世界があるということをご存じいただきたいと思いました。それではまた。